これがオムチャット川なのです。この川は物流の要にもなっていて、都の人たちの生活を支えているのです。確かに都に通じる街道は広いが、車に積んで持ってくるようじゃこのだだっ広い町の衣食住には追っつかないか。しかし背後には山、周囲を丘陵地、町を縦断する大きな川、もしかして七草やつ。次はどこへ連れてってくれるの？さらに南に下って門まで行くのです。何度見ても見事な門かな。ここに初めて来た時も見たが、本当にでかい。不必要なくらいでかい。この高さにこの厚み、この門も帝がたった一夜にして作り上げたとか。帝ってのはあれか、ムキムキ筋肉なのかな。何を考えてるのか知らないですけど、とにかくそこに正座するのです。こんなに大きいとどうしてなんだろうって思ってしまいます。帝の、ヤマトは世界の中心だから威風堂々とあるべきというお考えの他に、儀式的な意味もあると言われているのです。なるほどな。この迫力に圧倒されるようにか。まともな方法でこれを破ったり乗り越えたりとかできない。そんな心理的効果を狙っているのかもしれないな。ルルティエ、これはなんだありゃ。あれって、あれはこのヤマトの守護者なのです。国難あれば現れ、民を国を守る帝の御使い、ヤマトの守護者アクルトゥルカ。アクルトゥルカ、おとぎ話とかで何度も聞かされてましたけど、あんな大きなお姿初めて見ました。驚いたりしてごめんなさい。仕方がないのです。こわもてとされたお姿はあらゆる災いを睨み退け、民を守る決意の表れなのですよ。正門が儀式的な意味で大きいと言ったのは、凱旋した彼らがこの門をくぐれるようにと意味も込められているのです。ってことはまさかこいつら動くのか。ここから発進し迫り来る敵をなぎ倒していく。え、何をバカなことを言ってるです。ただの像が動くわけないのです。中は空洞、兄様に頼んで中を見せてもらったことがあるから間違いないのです。そうなんですか。私も中に何かすごいものが詰まってると思ってたからちょっと残念だったですが。なんだ、結局考えることはみんな似たようなもんか。クオン、そんなに気になるのか。この国にも似たような伝承があるんだなって。クオンの故郷にも同じようなのがあるのか。そんなとこかな。猫ね、次はどこに案内してくれるの。はい、次は中央の大通りから北へ戻って聖廟に向かうです。きれい。巨石建築物、石じゃないっぽいな。材質不明の硬質な何かで覆われていて、しかも表面がほぼつらい位置で覆われてる。門や王子に並ぶ屋敷もかなり凝った建物だったけど、それらとは大きさ以前に工作精度が明らかに違う。ここは様々な祭祀が行われる場所なのです。これより先は神聖な場所です。重鎮以外は立ち入り禁止なので注意するです。特に頂は帝に連なるお方と祭祀に直接関わる方々以外の立ち入りは厳禁なのですよ。いや、許しがあってもあんな高いとこまで登るつもりないから。噂では聖廟の中にも部屋がいくつもあって失われた地が眠っているとか、
ものすごい財宝が隠してあるとか言われているのです。懇意の学士の方なら中を見ることを許されるという話も聞くですけど、その話自体本当なのかどうか。財宝とな。そして聖廟手前にある双子の建物が宮廷なのです。ああ、そこなら入ったことがあるぞ。リルティエのお供でだけどな。はあ、そうなのですか。うん、こんなのすごい。もしかしたらそっちが案内と誰でも入れるのか。みやびっていうのかな。とっても洗練されてるね。はい、すごく綺麗です。それには同意だな。手の込んだ優美な装飾、荘厳な建物、キラキラするくらい磨かれていて、なんというか天上界の建物という雰囲気すらある。確かに帝と呼ぶにふさわしい人物の住まいという気がするな。しかし何もかもでかすぎるな、この都は。町も道も門も、そして宮廷も、何から何まで大きいと来てやがる。ずっと歩いてばかりで不便なことこの上ないな。歩くのは当然なのです。まさかずっと馬にでも乗ってるつもりなのです。いや、馬じゃなくて、じゃなくて、なんだ、何を言っていいのか思い出せない。まあいいか、説明しようがないしな。それじゃあもうお昼過ぎだし、どこかで食事にしよっか。はい、ずっと歩き詰めでしたから。賛成。この都でかすぎだ。腹減ったし足も痛いし。わかりましたです。それでしたら。いい香り。いいね、こういう雑多とした感じ結構好きだな。さてまずは。喉が渇いていないですか。おいしい。はい、なんだかとっても不思議な味わいです。そうか、うまい。そうですか。よろしければこれは。いいのか、まだ随分と残ってるようだけど。大丈夫です。私そんなにいっぺんにたくさん飲めないから。ならありがたくいただこうかな。ぬ、ほのかな酸味と香ばしさを感じる不思議な味わいが、ちょっとシュワシュワしてる不思議な飲み物だが、これはこれでありか。一息ついたよ。ん、奥様の唇が。私は顔が赤いな。疲れたのか。いえ、何でも。そっか。さて何を食べようかな。あの揚げ物はどんなのだ。ハムカですか。炒めたひき肉と野菜を薄い生地で三角形に包んで揚げたものなのです。それは食べたことないかな。じゃあそれにしてみようっと。じゃあ自分はこっちの魚を挟んだ何かにするか。しかしこの魚生っぽいけど大丈夫なのか。それはお魚の塩漬けを溶かした厚い甘めの生地で挟んだシェルチチというものなのです。どれどれ。まいな、結構塩辛いな。こうなるか。こんな真っ昼間から飲ませないので。なんでわかった。神様と同じ行動をしてたらバレバレなのです。ネトメ様、あの黄色の甘い香りのするのは何ですか。見たことなくて。あれはクニューというお菓子なのです。確か甘く溶いた卵の生地に煮詰めた果物や香草を入れたものだったと思うのです。黄金色に
キラキラしてます。黄金色に輝くお菓子か。なんでだろう、ルルティエは微笑ましいのに、パクが言うといかがわしく感じる。きっと存在そのものがいかがわしいからなのです。アクラ、すみません、自分のどこにいかがわしいってんだ。ハク様は優しい方ですから。ルルティエが優しいな。でもいかがわしいは否定してくれないのね。こちら丸いのもお菓子なのかな。プレンなのです。おやつの定番と言われるくらいみんな大好きなのです。ヨルクル。ヨルクル、ラニャ、動物の乳を発酵させて固めたものです。こっちにもあったんだ。使ってる乳が違うみたいだけど、実家の方にも同じようなのがあるかな。見た目甘酸っぱくてうまそうな感じがするな。うん、とっても美味しいかな。はい、美味しいです。じゃあちょっと食べてみるか。え、うん、すっぱ。それは料理に使ったり甘く溶かして飲んだりするものって。おう、なんかいい香りがするな。これは肉か。シュシュケプなのです。牛牧の民、ウズール社から伝わった料理で、香辛料に漬け込んだ肉を串に刺して焼いたものなのです。こっちではヨルクルの飲み物と一緒に食べるそうです。美味しいですよ。美味しそうだね。この辺りは他の国の食べ物を出している屋台が多いのです。そこの屋台のは南にあるシャッコロの伝統料理で、カッツという魚に衣をつけて揚げ、さまざまな香辛料のタレをかけた味噌カッツを、こっちはマソという魚のすり身の揚げ団子を赤いタレで煮たフクトマソを、そっちの屋台のはコカという7国の家庭料理です。作るとタレを生地にのせ、それに香草、卵、燻製肉をのせて釜で焼いたものなのです。のせるものでいろいろな種類になるのですよ。こんなに種類が豊富なのはさすが帝都ってことなのかな。はい、ヤマトの中心であるこの帝都には世界中のいろんな料理が集まってるのです。妙に自慢げだが、わからんでもないか。これ全部を制覇するのは結構大変だぞ。しかし見れば見るほど目移りしてしまうな。なんやかんやで結構食ったな。ちょっと喉が渇いちゃったね。一服しながら箸休めでもしたいな。やっぱりあれだけ食ってまだ食い足りないのか。どうかしたのか。あの猫ネス様、この通りはここですか。確か書物や絵画を扱っているお店も多い通りなのです。扱っているのは大衆文芸中心なので、私はあまりよく知らないですが。女性っていうか女の子ばっかだな。そのせいかなんていうか華やかっていうか。あの その見てきてもよいでしょうか。何か買いたい書物でもあるのか。そんな感じです。いいんじゃないかな。よかったら一緒に行く。いや一人で。ルルティエ、いえ大丈夫です。この辺りはちゃんと調べいえしていますから。その何でもないです。それなら私たちはそこの茶屋で待ってるかな。一応地図を渡しておくのです。ありがとうございます。それでは。なんか妙にそわそわしていたな。
そんな時もあるのかもね。じゃあルルティが戻ってくるのを待ってよっか。クオンはなんとなく分かってるっぽいね。すまない。いえ、こちらこそ、うっかりよそ見をしていました。ありがとうございます。おや、これはネコネさん、ここで出会うとは奇妙な巡り合わせですね。あなたはもしかして知り合いか？知り合いというほどでは。ネコネさんは才女として知る人ぞ知る方ですからね。年齢のせいで各種にはまだなられていないのが残念です。そんな大層なことではないのです。それを言うならあなたこそ。いえ、お気になさらずに。ん？一体何の話だ？それで見たところ、ネコネさんは都に遊びに来たお友達を案内しているという感じですか？はい、なのです。それより、どうしてあなたがここに？私がこんなところにいると、不都合だろ？不都合じゃないですけど、なんだか似合わないのです。普段は王子のもっと格式高い店にいそうな。いやいや、普段は使いのものをやりますので、そういったところにも出歩かないのですよ。ただ今日は少し大切なことがありまして。大切なことですか？ええ、やっと新刊の入稿。いえ、届け物に。大切なものですので、こればかりは人任せにできませんからね。最近は筆の乗りが軽やかでして、おかげさまで依頼が多く、副業がおろそかになってしまいましてね。いやはや困ったものです。それって副業ではなく本業。あなたが困った人なのですよ。おっと、こうしてはいられない。次なる構想を書き留めなくては。では名残惜しいですが、この辺でお兄様にもよろしくと。それではそちらのお方たちも失礼します。縁がありましたらまた。なかなか良さげな感じの今度の組み合わせに、ぜひとも協力を。アーク、さっきからお尻のあたりをもぞもぞさせてどうかした？いや、背後からの気配がなんだろうな、妙に身の危険を感じる。